すみません、アプリが落ちたというか、なんていうか、固まったからブチ切ったっていう、そんな感じです。お風呂行ってらっしゃい。この曲をロキセイさんがやるとエモいってなるから、キューキューもいつか滑り台からをやってエモいって言われるようにいっぱい頑張る。付き合い始めるその直前、誰も胸の奥のどこかにザーザー雨が降り出しそうな感情を、夕立が来そうだ、もし雨が降ったら心はどこへ隠すの、雨雲が動いた、風もその向きを変えた、ずぶ濡れになっても君のそばにいたかった、緑の葉っぱの裏で君は羽を休め、虹色のあの空へ飛び方に迷っていた。なんかさ、ロキセイさんの、まあロキセイさんがだけがこの曲歌ってるわけじゃないんですけど、この夕立の前の衣装って研究生衣装みたいな、セーラー服の、水色セーラー服みたいな衣装じゃないですか。で、夢の階段を登れの衣装って、あの割と研究生がよく着てるさ、ゼロポジとかでよく研究生とかが着てる、元パッションホーユーのこう弾いた時に研究生ロキセイさんが着てた衣装のイメージじゃないですか。伝わっていれば嬉しいんですけど。で、
あの例のポテトチップスの衣装はちょっとわからないんですけど、なんだっけ、渚のイメージってオリジナル衣装があるじゃないですか。滑り台からの衣装ってなんだろう一回来たんですよね、遠くにいてもみたいな服を。でもなんかそのそもそも外のコンサートとかそのであんまり固定の衣装でやってるイメージないし、だからそうリクで着たイメージ、リクアマ以外はなんかあんま着たことないから、その固定の衣装ってないじゃないですか、うちらって。だからその固定の衣装が欲しい、メイたちも固定の衣装が欲しい。でもそもそも滑り台からってエコパとリクアワ以外で多分外のコンサートでやってない気がする。多分水色の衣装じゃなくてピンクの衣装を着てるイメージなんですよ、ピンクの研究生衣装みたいな。で、でもリクアワではなんか遠くにいてもみたいな、なんか制服衣装だったんですよ。だから旧機にもその定着する衣装が欲しい、オリジナルじゃなくていいからっていう話でした。イエーイ。そう、ピンクの研究生衣装のイメージあるでしょ。でもあの衣装で滑り台から多分1回しかやったことなくて、普通になんかもう AKB さんのリカワーがこの先ないのかもしれないけど、ちょっと青海リベンジしたいので皆さんご協力よろ、そのそうなった時はご協力よろしくお願いします。青海リベンジです。青海のためによろしくお願いします。では終わりたいと思います。ピンクの研究生衣装知らない？知らないことないよ、絶対見たことある。説明しがたいんだけどさ、チーム SK2E でさ、チーム S が水色でチーム K2 が赤でチーム E が黄色を着てるときに着る研究生がピンクの衣装です。伝われ伝われ。アーミさんは出てないんですよ、リクアは。ちょっとエンディング曲を探してます。じゃあさっきすごいみんなが聴きたそうにしてた曲にしようかな。やばい、コンタクト外れそう。渚のイメージもいい曲だからね、ちょっとあれは仕方ない、そこは仕方ないです。今日のギフトを読みます。シャンシャンさん、ハッピーニューイヤー。猫耳さん、頑張った。ウニーズシさん、こたつハムスターさん、タコさん、ニキテイさん、こたつサーフィンさん、ハートソロムメさん、こたつ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 サーフィンさん、かわいいこたつシルルルルさん、ハッピーニューイヤー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 。サカラスカさん、パン、ハムスターさん、タコさん、サカラスカさん、ミラーボー、カッパさん、こたつこたつサーフィンさん、レインボー、サカラスカさん、レインボー、レインボー、オムライスさん、トトイ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 、かわいい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 。カトちゃん、ペさん、青サイン、白サイン、オレンジサイン、シュルルルルンさん、センス、シュルルルルンさん、青サイン、白サイン、オレンジサイン、ハムスターさん、レインボー、シュルルルルンさん、タラーノ、オンプ、ナッキーさん、ミラーボー、シュルルルルンさん、タラーノ、ブタラーノ、ブタラーノ、オンプ、ゼラルルンさん、タラーノ、ブタラーノ、ブタラーノ、オンプ、シュルルルンさん、タラーノ、オンプ、ゼラルルルンさん、タラーノ、オンプ、シュルルルンさん、タラーノ、オンプ、ゼラルルルンさん、タラーノ、オンプ、シュルルルンさん、タラーノ、オンプ、ゼラルルルンさん、タラーノ、オンプ、シュルルルンさん、タラーノ、オンプ、ゼルルンさん、タランのブタランのブタランのブタランのオンプ、シルルルンさん、タランのオンプ、ブドプチピチさん、タランのオンプ、シルルルンさん、タランのオンプ、サカラスカさん、パン、
ぬるだくさんライフ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 、いきせさんとらの音符、ぬるだくさんライフライフライフ、しるるるさんとらの歌らの音符、ぶるどくさんライフ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 、忍者豚さんとらの歌らの歌らの音符、サッカーラスカーさん青サイン白サインオレンジサイン、シルルルンさんタラノム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 タラノ音符、トラさんタラノムタラノ音符、シルルルンさんタラノ音符、ソロマメさんハート、トラさんタラノムタラノ音符、ソロマメさんハートハート、トラさんタラノムタラノムタラノムタラノ音符、ソロマメさんタラノムハートハート、トラさんタラノムタラノムタラノ音符、ブドウプチプチさんセンスお花、シルルルンさん可愛い可愛い可愛い、青サイ白サイオレンジサイン、ナッキーさんミラーボール、忍者豚さんタラノムタラノ音符、ナッキーさんセンスセンスセンス、ウミガメさんセンス、ナッキーさんセンス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 、ウミガメさんセンス、ナッキーさんセンスセンス、中坂のパジャマさんレインボー、ナッキーさんセンスセンス、ウミガメさんセンス、ナッキーさんセンスセンスセンス、ウミガメさんセンスセンスセンス、ピッピフピさんからのオープンブドプチプチさんコマンありがとうございます。あ、泣き嫁っていうやつはギフトじゃないの、ありがとうございます、ありがとう。ランキング見ます。今日の中身の73位はデケ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 デンデケ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 デン、あゆむろさんのアバターのさんです、ありがとうございます。では20位から見ます、いきます、せーの、 SKE のくまさん、ひんさん、ねこみみさん、わっささん、年賀状さん、焼き鳥すーさん、おきいさん、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます。13位さん、ありがとうございます、ブルブルブルドッグ。12位さん、ありがとうございます、ハムスターカリカリカリ。11位さん、ありがとうございます、ぶどうプチプチ。10位さん、ありがとうございます、そら豆ぴょ。9位さん、ありがとうございます、ウミガメぺちゃぺちゃ。8位さん、ありがとうございます、猫耳にゃんにゃん。7位さん、ありがとうございます、サフィー。6位さん、ありがとうございます、あっちこっちどっちなっきーさん。5位さん、ありがとうございます、かつちゃんぺ。4位さん、ありがとうございます、シャー。3位さん、ありがとうございます、オムライチュー。2位さん、ありがとうございます、ラスカルヘイ。そして今日の1位はドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドゥンニャンさんです、イエーイ、ありがとうございます。せーの、シルルルルイエーイ、ありがとうございます。ということでびっくり、5000人がの方が見に来てくれてます、嬉しい。5195人の皆さん、配信を見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、メブロのチェックよろしくお願いします。それではまた明日の配信でお会いしましょう。ハゲちゃん情報か考えとく、聞いときます。終わります。せーの、バイチャー、じゃんけんぽん、初めて、はい、今日の合言葉はコロコロ、バイバーイ。ライブ頑張る、ちょっと誰かさん他にやった方がいいこと教えてください、ツイッターとか何でもいい教えてくださいバイバーイ、コロ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 、星になっちゃう、いいね、かわいいかわいい、コロコロ。